1時間半ぐらいやるか、さやの充電がなくなるかの早い方で終わりにします。充電がね 40% ぐらいしかなくて、ショールームって結構食うときは食うから、充電が終わったら終わります。こんばんは。じゃあね、まだ時間があるのよ。暇だ。もうさ、外出ちゃっててさ、呼び出されたからさ、レッスン場にとりあえず来たんだけど、まだ全然時間があるから暇なのでショールームしますって感じ。お家帰ってからだと遅くなっちゃうし、あと今日爪をやってきました。そう、配信だと画質が悪くて分かんないんだけど、クマちゃんなんだけど、なんか犬っぽい。一応クマちゃんなんだけど犬っぽくなりました。でもまあ何かしらの生命体であればいいです。可愛いんで。鉄終わったんで、鉄終わったので爪できるやんと思って行ってきた。鉄やる前もちょっとやってたんだけど、なんだかんだまあね、時代劇なのでできなくて、できました。あのクマか犬かわからん生命体の周りはピンクのキラキラ。なんかもっとさ、ラメ控えめなネイルかと思ったら、すごい思った30倍くらいラメラメしてたんだけど、まあ可愛いからいいかということで。結構色はねナチュラルな感じなので、なんかネイルゴテゴテのさネイルやとさ、なんか男性は好きじゃないとか言うじゃないですか。そう、だからちょっとナチュラルにしました。みんなこういう爪好きかなと思って。まああとね、シンプルなんでどの衣装にも合うっていうのもあります。引きで見たら全然爪色わからんもんね。でもこの動物の部分が、耳生えてるところがすごいポコって膨らんでるんで、これはさ何かに引っ掛けそうだなって思ってます。そんな感じ。爪可愛くしてきた。こんばんは。爪、今日はね、もう爪可愛くしてお洋服買ってご飯食べて帰ろうと思ってたの、お家に。したら「レッスン場来てください」って言われて、あらららら、っつって来ました。かわいいな、結構気に入ってます。なんか私的にはめっちゃ爪伸ばして、なんかそろそろすごい切りたいな、放置しちゃったなって思った時に、あ、これ爪塗りに行ったらいいんだと思ったんだけど、塗ったらさすごい爪ちっちゃく見えるよね。爪めっちゃちっちゃくてさ、これめっちゃもう長いの、こっちから見て爪が見えるくらいには伸びてるんだけど、丸爪だからあんまり長く見えないですね、塗っちゃうと。私的にはめっちゃ爪長くてすごい本当はちょっと嫌なんだけど、おしゃれは我慢やな。おしゃれは我慢。こんばんは。やっほーん。ちょっと髪の毛がさ、前髪が終わってることだけずっと気になる。雨の日ってやっぱ良くないよね。雨の日良くない。ちょっともう、あげとこ。邪魔なものあげとこ。よいしょ。
今のさのね、正直な気持ちはね、ちょっと眠い。今日さ、私さ10時に起きようと思って、10時って結構ゆっくりやん。10時って結構ゆっくりやからさ、10時まで寝ようと思ってたらさ、12時半に起きたよね。びっくりした。さ10時にアラームかけたのにさ、全然気づかなかった。なんかしっかり寝てる時ってさ、アップルウォッチの振動のアラームじゃ起きれないんだよね。気づけない。そう、私は驚愕した。うわ、昼やんって。そう、びっくりしちゃった。びっくりしちゃった。こんばんは。ちょっと画面斜めってな、画面が斜めっちゃうよ。一回斜めっててもこの後ろの柄と全然平行じゃないんだけど、全然平行じゃない。どうやったらいいんだ。気になる。あ、ちょっと斜めってんな。もういっか。こんばんは。諦めよう。いやー、爪かわいいな。爪かわいいとテンション上がる。お洋服も今日は4着買いました。なんか割引されて、うわこれかわいい、一目惚れって思ったら買っちゃおうって思ってタグ見たら割引されてて、あーこれは買えっていうお告げだと思って買いました。買っちゃったん。例えばもう今クローゼットにある服を一旦全部捨てて総取っ替えしたいんだよ。だから最近ねポンポコポンポコお洋服買ってるんだけど、財布と相談しないといけない。そろ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 財布と相談しないと。破産する。言うて今日も別に安い服ばっかり買ったけど、そう、朝は基本試着しない派なので、めんどくさいから試着しないで買っちゃいます。なんかよほど高い服買うときは、なんか1万超える服買うときは試着したりするけど、似合わなかった時の絶望がでかいから。でもなんかもうちょっと安かったら、最悪なんかリメイクすりゃいいかっつってそのまま買っちゃうね。なんかそのもうちょっとあったかい時期だったらいいんだけど、今ってなんか厚着してるしコート着てるしカバン背負ってるしみたいなとこからさ試着するのってめっちゃ大変じゃん。カバン下ろして上着脱いで厚い服も脱いでやっと試着みたいな、それが本当に嫌だから、冬はマジで試着嫌いすぎて絶対しない。でもネットで買うと事故ることが多いから、実物を見て買うようにはしてます。そう、最近ねお洋服のねジャンルイメチェンしてきてる。そうなんですよ、イメチェン測ってます。こういうだってリボンの服とか今までの私だったら多分着てなかった、ほぼ着てなかったけど、まあ髪も伸びてきたし、こういうガーリーなのも似合うようになってきたので、ちょっと最近イメチェン方向に進んでます。そう、なんかみんなの評判が良い。
本当にさ、一時期パーカーとかしか着てなくて、パーカーとかトレーナーとかしか着てなかった。やっぱね、こういうリボンとかフリルとかそういうの着るようにしたらみんなから評判がいいので、やはり女の子らしい格好もたまにはするとみんなが喜んでくれるんやな。さやも楽しいしみたいな感じで最近買ってます。こんばんは。アナウンサーみたい。確かに今日の服はね、ちょっとフォーマルめな感じになってる。片言になっちゃった。死ぬほど片言の会話になっちゃった今。あれれれれ、そんな感じ。惚れた？本当に嬉しい。みんなにモテるように頑張ろう。だってさ、最近結構ねファンの人ファーストで動いてて、まあ服もなんかそう可愛い系、可愛い系のそのガーリーな服さっきからイントネーションとおかしいな、ずっと片言になっちゃう。ガーリーな可愛い系の服、フリルとかリボンとかもうみんながすごい可愛い可愛い言ってくれるから、あ着てみようと思って。そう、まあ、それこそゆうなちゃんとかがそういう服よく着てて、すごいみんなに SNS とかで可愛い可愛いって言われてたから、うわさやもみんなに可愛いって思われたいと思って買い着始めて、でそう髪の毛もまあ自分が黒髪がすごいに気に入ってるっていうのもあるけど、みんなが黒髪可愛い似合うよって言ってくれるから、あれちょっと当分黒髪でいようかなって思ってるし、爪も今日ネイル屋さん、ネイル屋さんとは言わんなネイルサロンに行って、どういうのにしますかって言った時に、まずみんなはどういうの好きかなって考えて、なんかゴテ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 とかよりはきっとちょっとシンプルだけど華やかなのがみんな好きやろうなと思って、そういう系にしたし、最近ねみんながそう何が好きかなって考えることがより増えた。そうなんか一回自分がやりたいことを一旦通ったんで、髪の毛切っちゃったりとか色を勝手に変えたりとか一旦自分がやってみたいことをもう通り過ぎたんで、まあもう二十歳も超えましたし、そうみんなの需要を考えてみようのねフェーズに入りました。なので皆さん今押し時ですよ。今高橋さやか押し時です。そうファン喜ぶだろうね。やめてよそんな一言みたいに言うの、あなたもファンということで喜んで一緒にそうみんなの好きを理解してるの強い。なんか多分でもねメンバーみんな理解はしてると思うんだけど、それよりこう自分がやりたいことを優先するのもそれはそれでね、やっぱ自分を持ってて偉いと思うのよ。さやはそのフェーズを通り越え、もう通り過ぎたってだけの話よね。だからあんまやりたいことがそんなに数なかったから、一瞬やったらもうやりきっちゃって飽きちゃったみたいなこんばんは。エクステマつけたいんだけどちょっと大変すぎて一旦お蔵入りしてる。まあつけるとしたら前鉄合わせとかになるかな、もしつけるとしたらね。まだ決めてないんだけど。そう当分なんか大きなイベントないから、まああれがあるか、がんばっぺライブとかはあるけど、そうまあつけるとしたら前鉄付近かな。でもつけないような気もする。手入れが大変なのよ。エクステね、何が大変かってさ、
あ、育成って1ヶ月くらい持つんですけど、結構後半になってくるとね、結構あの地肌のね健康状態が悪化するんですよ。そう、困っちゃう本当に。でも壁車取り直すとかになったら育成つけますね全然まだその予定ないんですけど、壁車取り直すよって言われたらエクセつけるかな。 そこはつけちゃうかもね、もしかしたらね。そう、でも今の長さすごい好評なんですよ。でも私の骨格的にはこの長さすごい太って見える長さではあるんですよ。そう、だから今後ろで結んでんだけど、後ろで結んだ方が顔シュッとして見えるから。そう、これ難しいところだね。まあ吟味します。いやでもさ、エクステって5万ぐらいかかるからさ、5万あったら何できるって考えちゃうよね。旅行行けるし、洋服を買えるし、いっぱい美味しいもん食べれるしみたいな考えてしまうよね。そこが問題。こんばんは。まあ早く髪の毛伸びてほしいな、あの気持ち。こんばんは。優しい雰囲気あふれてる。本当にありがとうございます。でショールームだとよく毒づいてるよねって言われますね、リアルな人間と対峙するとさ、そういうこと絶対言えないのに、ショールームだと強気になっちゃうの良くないと思う、マジで。いっぱい入れたのに今日も眠たいね、ほんまに。こんばんは。え、爪かわいいんだけど、めちゃくちゃいいじゃん。爪安かったんよね今日、マジで最高や。こんばんは。よいしょ。もう今日雨降ってたから買い物日和ではどう考えてもなかったなって思いながら歩いてた。あまりにも買い物日和じゃなさすぎて。でもさ、今日さ食べ過ぎたって思ったけどさ、パスタとあれなんて言うんだろう、パンケーキみたいな、そうの食べたのね。まあお昼過ぎにパスタ食べて、その後におやつとしてパンケーキみたいな。でもさ、その2食しか今日してないから、トータルの摂取カロリーはそんななんじゃないかって思ってる。今日の髪型と服装がとても似合ってて素敵。あ、ありがとうございます。あ、しけんさんこんばんは。最近雨続きますよね、本当に嬉しい。洋服褒められて嬉しい。これ最近買いました。でも今日こんな遅くまでさ外出てる予定なかったからさ、ちょっともっと暖かい格好してくればよかったと思ってる。これの上にコート着てきたんだけど、ちょっとさっき寒かった、外歩いてて、あ寒いなっつって、もっと暖かい格好してくればよかったね。昼間ってさ、まあ、いけるかなって思うじゃん。気温もそこまで低くないし、こんな遅くまでね外出てるとは思わんかったよね。ミスった、服選びミスった服選びミスりました。こんばんは。
まだお仕事なんでござるよ。こんばんは。あ、てか昨日のお話し会終わりに配信をしていないので、お話し会の話でもちょこっとしますか。トメさん、かわいいギフトありがとうございます。昨日のお話し会はね、678とちょっと遅めの午後からの部だったんですけど、すっげー楽しかったです。3つともサイン会だったんで、検証になるんじゃないかってぐらいいっぱい文字を書いたんですけど私は結構あの裏にみんなにお手紙書くタイプやからさ、めっちゃ文字書くのよ、1枚あたりの。そうだからすごいあれやったけど楽しかったです。ジョンマイラブのあの振り返りをしてくれる方が比較的多かったかな。そう、残念だったね、4期の千秋楽っていう話から始まりさやてつ、あーここが良かったよ、あれが良かったよ、これが楽しかったよみたいなね話もしつつ、みんなが愛媛を楽しんだ話も聞きつつみたいな。いやもう話し会はね、1対1であるゆえにどんな話でもできるってところがポイントですから、いいんです、どんな話をしてくれたって。サイン会当たるかな。あの宝くじと同じ理論よ、買わなきゃ当たんないのよ買って確実に当たるとは限らないけど、買わなかったら当たらんから、ぜひぜひ来てください。私が当たるように祈ってるんで。そう、祈ってますから。こればっかりはね、運試しみたいなとこありますからね。こんばんは。話し会楽しかったな。ちょっとだけゆうなちゃんと被ってたので、ゆうなちゃんとお話ししたりとか、マリアちゃんと一緒にお弁当食べたりとかしてました。カレンちゃんとは一瞬だけ喋れましたあ、やっほーっつってそんな感じだったかな。今週の話し会、あ、そう、今週末もお話し会なんでよろしくお願いします。5期の話全然いいのよ、聞きたかったし。しけんさん、こんばんは。まあ、ジョン・マイ・ラブという作品はまだ続いてますので、ぜひぜひ機会があれば、あのもうさやてつで終わらせて上書きしたくないって人は無理にとは言いませんけど、まあ機会があればね昨日は外れだったけど次当たった、お、いいね。ノープランでもサリの話から楽しい、え、昨日ノープランだったんですか。全然話弾んだから気づかなかった。こんばんは、かわいい、ありがとうございます、褒め上手。そう、まだね、後悔の途中ですか、ジョン・マイ・ラブは。46回だって。私の次に出た鉄って誰なんだろう、誰かさ集計してくれてる物好きな人いないのかな集計してくれてる物好きいないかな、誰だろう。ハマちゃんとかかな。ハマちゃん、ハマちゃん36とかあったと思うんだよな。一期の時そんなこと言ってたような気がするから、いや私の次ハマちゃんなのかな。鉄出演回数ランキング非常に気になるところでありますね。誰なんやろな。なんか2期3期が どれぐらいみんなが出てたのか全く知らなくて、一番関わってない時期だから。でも2期は短かった気がすんだよな。で3期は4人ぐらいで回したから、なんか1人当たりの出演回数意外と少なくなっちゃったみたいな話聞いたから、やっぱ3位はハマちゃんなんじゃないか。ハマちゃん
あーちゃんおもろかったのがさ、2月に前徹あるじゃないですか。知ってる人少なくて気まずいってちょっとあの悲しんでたのが可愛かった。どうしようみたいな、全然知ってる人いないみたいな、笑っちゃった。そう、そりゃそうと思って。さやも4期で初めて行った時人見知りしまくったから、ハマちゃんの気持ちわかるなって。ルンちゃんは今日で80回だったよ。でルンちゃんはね、なんかもう次元が違う。ルンちゃんも次元が違う。同じ土俵に立ててない気がするもん。なんならもうダブルスコアつけられるでしょこのまま。あっという間に。前回の前徹でも浜ちゃん緊張してそうな感じがしちゃう。だって前回の前徹の時もなんか知ってる人全然おらんって言ってて、そんなわけないのに1期から2期ってさ、まあある程度の人は変わってるけどさ、まあ変わってない人も多かったわけですよ。なのに浜ちゃんはどうしようみたいな、気まずいって言ってたから、もう4期じゃない5期か、5期の前徹行ったらやばいと思う。浜ちゃんマジでやばいと思う。喋れへんって絶対言ってる。おもろいな。でも5期の役者さん側もなんか知らない子たちいっぱい来たってなると思うよね。まあでも半分ぐらいは知ってんのか。ルンバ、私、カレンちゃん、ミッサー、下尾ちゃんは知ってるわけだから、9分の5は知ってる子が来るから、まあそんなでもないのか。こんばんは。いや、そんな感じでね、2月末の前徹、あと1ヶ月ちょっとになりましたからね、よろしくお願いします。今チケット絶賛受付中でござる気がします。ゲットしてください。 2days ですから、愛媛 2days。 その前日の時の鉄ってまだ発表されてない、もしかして。さやも知らないんだけど、どっちか見ようかなって思ってんだよな。どうなんだろう。でも例年通りだったら、例年ってかいつも通りだったらまだ発表されてんだ。そうなんだ。どこに誰が出るの。いつ誰が出るの。1日目は誰鉄やってんだろう。ルンちゃんかな、カレンちゃんか。あれどうだったかしら。カレンルンバとかだったっけ、1日目2日目みたいな。うわ、合ってた、カレンルンバ。まああれよな、1回目の前徹がミッサーとハッツが徹やってたから、きっとミッサーじゃない2人にしたんだろうな。いいですね。うわ、じゃあさ、カレンちゃんの徹ちゃんと見たことないか、1日目見たいな。そう、ルンちゃんの鉄はもういっぱい見てるから、一旦カレンちゃんの鉄見てみたい。そう、本番のカレンちゃんの聞くじゃない、鉄ちゃんと見たことないのよ。そう、見ようっと、楽しみってなわけですよ。なので、あの、全然ジョン・マイ・ラブ見たことないんですけどって人も、普通にライブを楽しむために愛媛まで来ていただければと思います。普通にイベントとしてね、全然イベントだけ見るのももちろんありですからね。同じ日に本編もやってるけど、ちょっとスケジュール的に午前中の本編は見れないなーって人は、全然ライブからでもね、そんなの全然大丈夫なんで。そう、めちゃくちゃいい温泉とかも近くにあったりするんで、コンサート見て、うわー楽しかったって言って温泉入って、うわー気持ちいいって帰ってもいいんですからね、全然。こんばんは。そんなくらいの、あの、
なんて言うんですか、ラフな気持ちで来てほしいですね。まあちょっと距離は遠いですけれども。初見で、初見さんこんばんは。あとはそうだな、何かあるかな話すこと。てか頑張ってライブの振り起こしもそろそろしないと、10日後ぐらいになってきちゃった、まずい。東京公演はいつだ、27、28、違う、26、27、28、29だっけ。じゃあもうあと10日後かまあ1月早いよ、気づいたら1月が終わる。やばい、もう1年の12分の1終わろうとしてるじゃん。こんなあっという間じゃん絶対。えぐ、やばい、1月なんかなんだかんだいろいろあるんよな。こんばんは。確かに前鉄に横内先生のスケジュールがあって来てくれたらいいな。カレンちゃんの鉄は連鉄ですね。さえは吉鉄を押してたんですけど、ちょっと名前のシュールさから、シュールさから吉鉄を押してたんですけど連鉄になりました、なってました。さえは吉鉄激推しだったんですけど、こんばんは。1月こっから後半のスケジュールは、まず今週の19日僕のタイヤ公演、20日その静か未来とつながる虹なる公演、21日お話し会、22日お話し会で、27ぼちゃん劇場東京公演のゲスト出演、28、がんばっぺライブ、配信チケットまだありますから皆さんがんばっぺライブぜひ見てください。で、29日東京公演の夜公演のゲスト、千秋楽っすね。え、千秋楽出れんの、イエーイ。でとりあえずそれで以上か。30、31は何にもなかったはずなので、今月の予定はそんな感じで、まあまたもうちょっとなんか劇場公演とかもしかしたら入るかもしれないんですけど、今のところ私が把握してるスケジュールはそれぐらい。わからん、でも劇場もうこれ以上入り込むスペースあんまなさそうやな。あ、でもまああれか、お話し会から東京公演までがちょっと開くのか、23、24、25、26、4日間開くのか、そことかでワンチャンみたいなこともあるかな、わからんけど。何公演があるかわかんない、ちょっと全然把握しないんだけど、今のところ特にあのその発表されてないけど知ってる仕事とかもあのないです。今月中に何もないです何にもないんで。そう、素晴らしいスケジュール管理能力でしょ、全部脳みそに入れてんだから、携帯見なくても何があるか全部わかる。私はダーテツ、うわーダーテツセンスあるな。こんばんは。予定いっぱいなので皆さんよろしくお願いします。ガンバップライブは多分配信がメインなんですよ。その客席がすごい200人みたいな限定だったんで、なんで配信チケットね今絶賛発売中ということで、22日までとかだった気がするので、直前に買えばいいやだと買えなかったりする可能性あるので、ぜひぜひお早めにゲットしていただけるとよろしいのではなかろうかという感じでございます。頑張るんで見てください、振り起こし頑張ります。ああいうイベントはねやっぱりドキドキするよね楽しみです。こんばんは。公式サイト見てもらえれば
イベント情報出てくると思うんで、そこから飛んでいただければと思います。そんな感じ。1月はね、まあまあちょこちょこお仕事が入っておりまして、皆さんに会える機会もちょこちょこありますので、何どうぞよろしくお願いします。まさやはちょっと明日ぐらいから僕の太陽公演を思い出しを始めます明日明後日で頑張って思い出します。そう、頑張りまっちょ。しずくは次さどこのポジションなんだろう理解してないのやばい。しずくはどうだろう。マリアのセンターか君は僕の風のセンター、どっちかなんですけど、どっちだろうな。ちょっと後で見るわ。出ることはしてるけどポジション気にしてなかった。いつも雫の場合そうなんだよな。振り起こし頑張りまっちょ、こんばんは。前徹申し込んだよ。お、ありがとうございます。イエーイ。しけんさんこんばんは。こんばんは。楽しみでござるな。こんばんは。こんばんは。でなんか僕隊がね、結構私のファンの人いっぱいいてくれるみたいで、がぜんやる気が上がっております。なんかあったかいんだけど気持ち寒いみたいな絶妙な温度やな。ここ上着持ってくればよかった。あ、シンポジってことはないと思うな。シンポジだったら打診が来るからちょっと覚えれますかみたいな。そう、そういうのがないってことは、やったことあるポジションやけど、どっちのポジションかなみたいな。でもどっちもユニット一緒だからあんまり変わんないんですけどね。雫の今やってる2ポジはやっぱユニットが一緒だとね、負担が全然少ない。前日飛行機で行きたいのだが、奈々さんのコンサートと重なり断念します。それはね、しょうがない。しょうがないっていう言葉が正しいか分かんないけど、それはしょうがない。それは奈々さんのコンサート行った方がいいよ奈々さんのコンサートをもう持っているのであれば、チケットを、それは行くしかない。今朝こんばんは。なんであの応援の気持ちだけちょっと愛媛までちょっとあの電波で届けといてもらっていいですかこんばんは。ちょっと届けてもらって、それ私たち受け取って頑張りますんで、それだけお願いしていいですか。こんばんは。めっちゃ眠い。こんばんは。こんなさ昼過ぎまで寝て眠いとかおかしいもん。絶対そんなわけないのに、そんなわけないのに眠いからね、変だなって思うな変なんだよな。こんばんは。まあ、寝すぎて眠いの可能性もあるしね。今日は早く寝れるかな。あ、お仕事お疲れ様。お疲れんこん。こんばんは。動画じゃなくてね、トーンなんですよ。そう、
実はね、実は実は闘魂師なんで、ちょっと造語じゃないんですけど、まあニアピン賞ということでセーフ。昨日の晩ご飯カムクラデビューした。美味しいよねあれね。仕事で疲れたか今日はぐっすり眠れそう。お、それが一番いい。適度な疲れはね、一番睡眠の質を向上させてくれる気がするんだよね。それは愛媛は全国旅行支援を利用していこうか計画中です。お、計画中ということはもうほぼ確定ということで待っていていいんですか。検討中じゃないもんね、計画してくれてんだもんね。期待して待ってます。僕の実家東温市です。あ、じゃあそれは縁があるということで、もしかして前日に来てくれるということですか。押し売りがすごい、さっきから押し売りがすごいよ。よいしょ、試験さんこんばんは。ぜひぜひ、でも本当に結構来てほしいです。こんばんは。いいとこなんで愛媛、あんまり回れてないけどいいとこなんで待ってます。こんばんは。2月はちょっと寒いかもしれないんで、ちょっとあったかい格好をしてきてもらえると良いかなと思いますけれども、そう、あのね、夜ちょっと寒いのよね。夜ちょっと寒いのよ。そう、暗くなってからがね、ちょっとあら、ちょっと寒いかもってなるので、あ、分からん、東京の人からしたら寒いと思う。じゃあ長野県民だから結構寒さに強いんで、東温市余裕やんって思ってたけど、あったかい地域の人だったら寒いと思うんで、まあまああったかい格好してください。さやは、いや長野より余裕やんって思ってました。なんか年明けさ長野帰ってて、そっから愛媛行ったから、その後すぐにね、あ、愛媛余裕やんって思ってた。長野とかさ全然平気でもうマイナス行くからさ、マイナスにならないだけあったかいじゃんねーと思って過ごしてたけど、そういうのに慣れてない人は多分まあまあ寒いと思うんで、ちょっとあったかい格好していただければ。でもこれ今から言うこと大事なんですけど、ぼっちゃん劇場の劇場内、会場内って床暖ついてるからあったかいんですよ。なんで厚着してきてほしいけど、上着とか脱げる状態で来てもらえると、非常に体温調節できるかなって思います。なんか中にもっこもこいっぱい着て防寒ってよりは、脱ぎ着できる防寒の方がいいかもしれないね。そう、ちょっとね、床暖があったかすぎて劇場のそう、劇場の床暖があったかすぎて暑い可能性ある。例えばこの前稽古中に暑かった。ハイテクなのよ。そうなんです。演じてるときは暑いの？まあ踊ったりするとね。でも楽屋とかは暖房つけてたよ、本番中も。楽屋ね、寒いのよ。
でも鉄はずっと出ずっぱなんであんま楽屋戻んないんであんま関係なかったですけど、ね、着替える時だけとかって、着替える時も半分ぐらい楽屋戻んないで着替えるからさ、なんかその鉄着替え場みたいなやつがあってそのさ楽屋が舞台の下手側なの、鉄っていうか女性楽屋が、だから下手で着替える時は楽屋で着替えるんだけど、上手で着替えなきゃいけない時はその上手側に鉄専用の着替え場があって、そう個室みたいな作ってくれてて、そこで着替えちゃうからあんま、実はね本編中ほぼ楽屋戻るタイミングあんまないっていう、そう感じ、役によって寒暖の感じ方違うと思う。なんかまあでも割とみんな汗かいてる人の方が多いかな、なんか私ぐらいだね全然汗かいてないの。男性陣は漏れなく汗かいてるし、女性陣も私以外は汗かいてるな私が汗かかなすぎる俺さジョン・マイ・ライブでさ汗もかかなければ息もほぼ切れないしみたいな、強靭な体だとみんなに思われてた。そう汗かかんし息切れないみたいな。それってさなんでかっていうとさ、コンサートとかライブとかってさ4曲連続で歌って踊るじゃん、だから汗かくんですよ。でもお芝居って1曲歌ったら一旦セリフのパートが来るじゃん、その間に書きそうだった汗も一旦引いていくわけよ。そう、その一曲じゃ汗かかんのよ、どんな激しい曲でも。でもその一曲目でボルテージが上がった体で2曲目3曲目行くと汗かくわけよ。そうだからジョン・マイ・ラブってさ、歌ったら喋って喋ったら歌ってみたいなさ、一旦このクールダウンタイムが絶対に挟まれるから汗絶対かかないのよね。そう汗かかないし、クロス雑誌終わりとかも全然息切れない。え、だからみんな今後見る機会があったらそこ注目してほしい。あー、わかんない、私以外の鉄は息切れてる可能性あるけど私の鉄思い出せって言ってもまた長い度が高い話にはなるが、クロス雑誌終わりの万次郎との会話全然息切れてないからそこ見てほしいね。そこね、全万次郎、どの万次郎にもね全然鉄息切れないよねって言われてた。なんでって、あのセリフのシーンすぐもう戻ってるよねみたいな、そこを思い出してほしいんだけど、みんなにそこを思い出せって言っても酷な話なのであれですけど、さやはさ鉄やってた時の映像を持ってるからさ見返せるけど、みんなはさその術がないじゃん今、 DVD も再鉄出ないし、リバイバル配信とかしてくれたらいいのかね。そうでも本当に汗かかないし息切れないんだよな、息切れないっていうか、一箇所鷹の城が死んだ後に吐けた時はなんかもはやなんか息切れるとかじゃない、おえつしてるみたいな感じで、おえつではないか、おえつは違うかもしれないけど、そこまで泣いてないかもしれないけど、一番息が乱れてるのはそこだね。鷹の城が死んだ後に吐けてから息を整えるのが一番大変かな。すぐ喧嘩行かなきゃいけないからさ、一旦その悲しい気持ちを置いておいて怒ってる気持ちを取り入れてみたいなタイミングだから、その後の吐けてきた時がさ一番やばいね。一旦鼻水をかみ、目の雫を取り、息を整えみたいな、そんな感じかな。でもやることないんだよこんなに解説してんのに、えぐいって。
えぐすぎ。こんばんは。よいしょ。こんばんは。お疲れ様です。ありがとう。そんな感じですな。まあ、ということで前日よろしくお願いします。今回も頑張りまっちょ。あとはですね、今日は何の話をしようかな。意外と携帯の充電が持っていてよかった。危ない、命拾いしてる。誰かメンバーが来たら充電器変わりよ。帰れなくなっちゃう。さやのスイカはモバイルスイカだからね。携帯の電源切れたら、あー降りれないって絶対なるんだから。一番怖いことだから。それがアプローチに移動すればいいのにね。なんでしないんだろう。あとはね、何かな。何の話があるかな。なんか上にコート羽落ちたからシワシワになっちゃった。シャツがよく見たら。あとは何だろうな。今回の話し会は楽しかったですか？めちゃくちゃ楽しかった。三部ともめちゃくちゃ楽しかった。こんばんは。こんばんは。なんやろな。てか今日トップスばっかり買ったけど、全然上ばっか買っちゃったな。下全然買わなんじゃった。スカートかパンツか買えばよかったな。まあそれは今度でいっか。また今度買おうっと。ボトムスってむずくない？何着たらいいかわからん。最近だからミニスカートか短パンを履いてロングブーツ、毎日その毎日そのスタイル。毎日そのスタイルだからさ、足毎日出してるの最近だから寒いんだな。そういうことか。ズボンが、本当は長ズボンさえあんま好きじゃないの。だから長ズボンあんま履きたくないくて、で雨だからそのロングスカート裾が濡れちゃうんですよ、雨の日のロングスカートって。だからロングスカートもちょっと履けないと。そうなるとまあロングブーツはその防水もしてくれるから、革だからさ。だからもうここ 4,5 日毎日ミニスカートにロングブーツとか短パンにロングブーツみたいな。もういつも膝から膝上20cm、30cm ぐらい出して歩いてるから寒いのよ。そういうことか。
解決した、だから寒いのか、なるほどね。でさえはそのストッキングとかが嫌いだから、それも着ないの。防寒ゼロみたいな格好で歩いてるんだよね。そりゃ寒いだろうってね。で昼間は全然余裕なんだよな。やっぱこのぐらいの時間になってくるとちょっと肌寒くなってくるよね、さすがに。そう、さすがにね。ストッキング本当に嫌いなの私。絶対に履きたくないんだから。そう、めっちゃ嫌い、ストッキングアンチ。そうなんですよ。お、今日のメイク褒めてもらってる。めっちゃ適当なんだけど、起きるの遅くなっちゃったからさ、めっちゃ薄い今日、全然激薄。こんばんは、試験です。試験さんありがとう。やっぱ絶対ね、寒さに強いと思う私、普通の人より。なんか長ズボンをおしゃれに着れないんだよね、それ。長ズボンを履くときはもうほんとラフなときだけだから、だから嫌いなのかもしれないね。あと私あれだ、ジーパンがめっちゃ嫌いっていうところある。そう、それ小学校のときかな、マジで一切ジーパン履かなかった。最近は履くことは絶対あるんだけど、履くことあるけど、もう小学校の時は本当に嫌いでジーパン一切履かなかった。筋金入りのジーパン嫌いみたいなところある。そう、やばいよね、そんな人なかなかいないよね。ジーパンなんて全人類がみんな好きなもののはずなのに、みんな履く一番メジャーな服のはずなのにめっちゃ嫌いだった。そう、だからさ、スキニーが好きじゃないんだよな、そもそもね。そう、そもそもスキニーが嫌いだから長ズボン嫌なんだよな。歌唱力頑張って。歌唱力はね、もうね、収録が終わっておりますので、今はもう祈るばかり、今年の審査員の方にいいと思ってもらえることを祈るばかりです。放送が19、20とかだったっけ、どっちかみたいな、どっちかだよみたいなね。ちょうど私の公演の日っすね。いやでもスキニーはなんか似合わないから好きじゃない。そう、ストッキングはつま先がギュンってなるから好きじゃない。なんかね、ピチッとしたのが嫌っていうよりかは別々の理由って感じだね、割と。そうだからさ、本当は靴下もあんまり好きじゃない。そう、つま先ギュンってなるから。最近はまあ寒いから家の中でも靴下履くけど、もうちょっと暖かかったら靴下履きたくないもんね。そう、
本当ね。ああそろそろ本格的に充電ないわ。本格的に充電ない。 20% 切ったよっていう通知今来た。まずい。そろそろ終わるか。1時間ぐらいやったのかな。充電なくなっちゃった。1時間やると20%ぐらい減るってことだね。だいたいね。めちゃくちゃやっぱショールームって電気食うんだな。そうだよね、配信してんだもんね。そりゃ充電食うよね。てなわけで、まあぼちぼち配信を終わりにしたいと思います。まだ夜は長いですからね、私。そう。終わりにしたいと思います。いやでももうちょっと暇だから、もうちょっと時間本当は潰したかったな。もうちょっと潰したかったところではあるが、まあ、しゃあなしやな。じゃあランキング読みます。ライブランキング13位海星さん、ありがとうございます。12位キグマさん、ありがとうございます。11位エダシさん、ありがとうございます。10位プニョさん、ありがとうございます。9位ヤスさん、ありがとうございます。8位プチプチウサギさん、ありがとうございます。7位ヤッチさん、ありがとうございます。6位バイコゾウさん、ありがとうございます。5位ツナちゃん、ありがとうございます。4位マサッピさん、ありがとうございます。3位ケンケンさん、ありがとうございます。2位アリサちゃん、ありがとうございます。そして1位はトメさん、ありがとうございます。イエーイ、ありがとうございました。ではまた明日ショールームでお会いしましょう。バイバイ、おやすみ。